ありがとうございます。お、りくちゃん、こんばんは。ありがとうございます。イエーイ。何しょ 俺めっちゃ映っちゃったよ、これね。顔映さないつもりなんだけどさ。47歳。おお。先輩っすね。りくちゃん、そう、ああ、いやいや、こちらこそいつも変なコメントばっかして、申し訳ない。そう、緊張してるんだけど、とりあえず、何を喋っていいか。ちょっと待って、一応帽子かぶってこようかな。よいしょ。仕事の話とか聞きたいです。仕事。ああ、一応俺は介護職やってるんだけど。まあ、普通に、埋没してるから、めっちゃ普通に働いてる何歳ぐらいから？もう21、2歳、22歳からもう完全に埋没しちゃってるから、仕事場では普通かな。あ、今日のボケ話かな。アリオさんはどう思う？どっちかな。俺はね、実際自分のこと女って言うんじゃねえかなって。おお。ちょっとそれはね、まあ心配してもしょうがないんだけどさ。すげえ思う。りくちゃん、オッペ。あ、そっか。まだなんだね。まあ、ちゃんと働いてれば、戸籍変更してないと埋没は厳しいもんね。LGBT 専用の介護施設があったらいいのに。なあなんてたまに思ったりします。そうだね。なんか、専用じゃないけど、
LGBT の人がいっぱい働いている職員の方でね、LGBT が多い職場があるらしいよね。俺が東京にいた時に、浦安のさ、有名なクリニックに行ってたんだけど、その時になんか見たな。介護施設立ち上げたのが LGBT の誰かで、そういう施設があるっていうのは目にしたことがあるかな。あと、マツコデラックスさんが、なんかそういう施設を作りたいとか言ってたの前見たことあるけどな。高そうだけどね。うん。多分高いだろうな。そう、A クリニック。みんな知ってるよね。まあ、あんまり悪いことは言えないからさ。ちょっと何も言わないけども。もうずっとお世話になってたね。看護婦さんがすごいよくしてくれて、もう2年ぐらい、俺は、ね、宮城に来て、あれ、ね、A クリニックには行ってないんだけど、ちょっといろいろあって、この前電話したら、ね、気さくに、元気なんて言ってくれてね、すごくいい看護師さんでした。あら、アリオさんも、会ってたかもしれないね。アリオさんは、15年前、タイで内的だから15年前、15年前、ほぼ一緒か？俺今いくつ？お、一緒だ。内的の、内的な、何月に行きました？アリオさん。俺も15年前、あれは何月だろう？ 9 月かな？夏終わりぐらいに行ったんだよね。1月か。1月、帰ってきたら、だって、お風呂入れないし、寒くなかった。なんかお風呂入れないから夏に行った方がいいよなんてさ言われて、俺は夏にしたんだよね。まあ本当はね、夏前にもう行きたかったのかな。ただ一緒に行く友達がお金が間に合わないとか言ってね、それで8月過ぎにしたのかな、また。うん。適合手術まで完了して、体に何か不具合とか不調とかありますか？めっちゃあるよ。俺はもう フラッシュはすげえしさ、
どこから話そうってぐらいだね。どこから話そう。まず、胸の方を取ってからは、そうだね、この、ここら辺の筋肉かな、が、なんつうのかな、ここら辺の筋肉が、つる？すげえつるんだよね。で、あとはさ、まあそれつるのも、今はまあまあ治ったけど、2、3年は続いたかな、胸のこの違和感。あとこうやって伸ばせないとかさ、今は全然伸ばせるけど、俺はなんか治るのがさ、もう本当に遅いから全然伸ばせなかったな。で、しびれはね、どうかな。まあ、まあまあ、感覚はあるけど、多分本当普通の、こう、感覚じゃないっていうか、ちょっとだけしびれてる感じはあるかもしれない、胸の方は。ねえ、内的は俺も10センチから15センチぐらい、こう、ね、お腹のところにね、へそから、そうだね、へそから10センチ下のところらへんに15センチこのぐらいの傷があるんだけども、もう15年前に手術してるけど、そこの傷はやっぱね、こう金具がベルトのね、タグじゃねえ、金具がさ当たるとまだ痛いよ。うん、でそれが内的のまあ後遺症っていうかさ、かなとは思うんだけど。で、ミニペニはね、相当大変だったんだけど、とりあえず前、その、内的と胸セットでやったときにね、こう全身麻酔をしたときに、俺は、目覚めたときに、どうやって目覚めたかっていうとさ、泡吹いて目覚めたんだよ、実は。なんか血みたいな泡をさ、うわーって吹いて、で、もう、吐いてんのよね。で、お腹切ってんじゃん。もう、お腹は、もう裂けるかと思ったし、てかもう痛すぎて、まだ手術中だと思ったぐらいだったんだけど、まあもう終わってたんだけど、まあとりあえず泡みたいの吹いて、うわーとか言って、起きたんだよ。で、まあそのことがあって、まあ麻酔、全身麻酔すると、まあ、泡吹くっていうか、まあ酔って泡吹いてるのがなんかよくわかんないんだけど、でそれを、その、ミニペニの手術の時に、麻酔科の先生と話し合った時にさ、それを言ったら、まあ、麻酔が溶けた後に、まあ、酔わないように、まあ、ずっと眠たい感じにしとくね、みたいな感じで言われて、まあ、ミニペニの手術終わった後、ずっとこう眠いって感じで、でも眠いっていう感じよりね、こう、視線が合わないっていう感じかな。うん。で、クラ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 してずっと寝てたっていう感じなんだけど、で、まあそこからね、平行感覚なのかなんだかわかんないけど、片頭痛が残るようになったっていうか、片頭痛になるようになったんだよね。ミニペニの手術の後から片頭痛。これは2回目の
その麻酔、全身麻酔の副作用っていうか後遺症だなっていう感じはする。今まで片頭痛とかはね、実際なったことがないんだよね。だからもうこれは、ああこういう後遺症も残んだなっていうのはあったね。うん、あとなんかあるかな。ホットフラッシュは言っただろう。ああどうかな。コレステロール値が高いのは元からなのかもしれないけど、まあ血液検査はそういうところは引っかかってるけど、ああそれは違うな、俺すげえ甘いの食うからね。あとまあ遺伝的に血圧が高いから、まあ、最近は大丈夫だけど、一時期ちょっと高くなったなーっていう感じはあった。うん、で、あとはそうだね、動画でも何回か言ってるけど、ミニペニの後は長時間座ってられないかな。おちんちんの方がね、だいぶこう痛くなるっていうかね、意外とさ、みんなわからんと思うけど、俺もわかんなかったんだけど、何がわかんなかったかというと、座ってる時にお股の方に力って入ってんだよね。お股のこの穴の方っていうのかな、まあ、そっち系の筋肉って使ってんだよね。だから、だべ、うん、まあそんな感じかな。どうだろう。あとは、ミニペニにした決めた理由はどこでしたか。ミニペニにした理由、ミニペニにしたのはね、そうだな、一番の理由はやっぱ立っておしっこしたいっていうのが一番なんだけど、まあそれだったら陰茎のね、陰茎の手術をね、すればいいじゃんって感じだったけど、そのやっぱ傷がね大きいじゃん。この腕をね剥いでねつけて、ケツから皮持ってきてつけて、であとね、その足のももの方まで傷がグワーっていくじゃんか、あれ。まあそれを考えるとかなりちょっと陰茎の手術まではとはいかないなっていう感じがな。今までで3人の人の陰茎の手術を見たことがあるんだけど、まあどれもちょっと自分的に納得いかないなっ
ていう感じだったんだよね。だから、まあ、とりあえずつっちゃ悪いけど、ミニペニーでやって、で、まあ、その後、本当に、やっぱりもうね、チンチンがどうしても欲しいよっていうのは、また手術を考えようかなって思いました。はい。肉ちゃん。自分の副作用は怖いですね。そう、他の人の話はさ、まあいい話ばっかりじゃん。俺はね、まあ運が悪いのか体が悪いのか頭が悪いのかわかんないけど、とりあえず大変だったのよ。お、多田くんこんばんは。イエーで、まだ俺、今言った内容よりももっといろいろあって、ミニペニの時はね、ほんとマジ死ぬかと思ったのが、で、アテンドを通さないでミニペニは行ったんだよね。だからホテルで一人だったわけよ。で、ジンマシンが出てきて、薬の副作用だと思うんだけどね。そしたらね、ちょっと苦しくなってきて、やばいと思ってね。もう急いでさ、ホテルの人にタクシー捕まえてくれって言って、もう朝方かな。その、尿をぶら下げてんだけどさ、バルーンをさ、尿のバルーンをさ。で、その尿バルーンの袋に、その病院の名前が書いてあるわけ。電話番号とか住所とかさ。で、もう、うわぁとか言いながらさ。で、もう、これ、多分過呼吸気味になってたんだよね。で、うわぁとか言いながら、タクシーの中で、なんつったんだっけな。ホスピタル、go to ホスピタルつってさ、タクシーのうんちゃんも、みたいな感じでさ、オーケーみたいな感じですげえ急いでくれて。で、病院着いた時にはさ、もう、まあ、過呼吸だよね。まあ、ショック状態にはなってないから、まだ喉とかね、まあ、多分大丈夫だったんだと思うんだけど、アレルギーが多分出たんだろうね。で、受付行ってさ、で、受付ではなんかもうタイ語でわけわかんないこと言われるでしょ？で、なんか賭けみたいな感じで言われるの。でももうこっち過呼吸で、もう手がこんなになっててさ、賭けねえよみたいな感じで。で、もう過呼吸っていうふうに説明したいんだけど、もうスマホももうなんかこんなになって、こんなになって、なって、で、もう、ノーノーノーとか言ってさ、一人で、ノーノー書けねえよみたいな。でも、そしたらなんかもうしょうがねえなみたいな感じでさ、こうサインだけ書けよみたいな感じで言われて、もうなんかこんなになって、でも、はっつってさ、そしたら、まあ診察室に通してもらって、んで、まあ通訳もいないじゃん、朝早いし。そしたらなんか、電話越しに通訳の人が、まあ、話してくれたんだけど、もうこっちも苦しいからさ、なんか何時からだとかいろいろ言われてもさ、もうどうにかしてくれって感じで、でなんか変な注射されて、なんか落ち着いて、いや完全にこれはね、アテンド通した方が良かったなと思って、まあこの話にはね、まだいろいろあるんだけど、まあ後々出していきますわ。いろいろ今思い出しましたね。
そう、笑ってはいけないけどね、めっちゃ笑えるよ、本当に。焦るっていうかさ、うわ、これ死ぬって、マジ思ったもんね。この小さいホテルの中で、俺死ぬかもしれない。うん、マジで行きたかったんだろうね、もうこんなになって。もう、英語なんてもう全然出てこないしさ。パニック、パニックよ。だからみんなね、まぁ、ちょっとアテンド高いけど、アテンド通すか、または、友達か、まあ彼女とかね、誰かと一緒に行った方がいいです。で、それもさ、まあ一人で行く人はあんまりいねえのかな。友達と行った方がいいよ。で、胸オペの時も、まあ友達と、俺の当時のね、彼女とね、行ったの。その当時の彼女はもうダンサーの子でさ、もうすごいこう、ナイスバーディーの子だったんだけど、まあそれはどうでもいいんだけど、まあその子と行って、ほんで、俺はね、まあ全然、まあかゆいとか、蒸れたりもしなかったんだけど、友達が手術終わって、で、ホテル戻って、で、こうバンドをするんだけど、背中中も、なんか、世界地図みたいぐらいにさ、赤くなっちゃって、ただれちゃったのかな、あれは。で、もう自分じゃ、薬塗れないっつって、で、その薬をさ、俺もだし、俺の彼女もね、もう、毎日塗ってあげて、俺一人だったら大変だっただろうな、みたいな感じでさ。だから、友達か誰かとね、行った方がいいと思います。多田くんもね、アテンドなしで行ったんだよね。でも多田くんね、多田くんは英語喋れるらしいんで余裕ですよね。俺はもうほんと、センキューぐらいしか言えねえな。コップンかーしか言えねえからな。アテンの大体、10万、20万プラスぐらいかな。もっと安い？手術代だけだったら安いけど。まあ、飛行機代がさ、往復でいくらだったか、3万しなかったと思うんだよね、タイに行ったとき。ねえ。まあ、アテンドか、友達か、まあ、俺でもいいよ。俺も一緒に行こうか。まあ、俺でもさ、腹が弱いからさ、タイのご飯合わないんだよね。マジで、おむつしていかないとさ、下痢しちゃうんだよ。ガモンは長く働いてる日本人スタッフがいて、とても優しかったです。あ、日本人スタッフがいるんだったらいいよね。俺もミニペニガモンですればよかったかなとは思うんだけど、あとね、実はさ、これはね、まあ言っていいのか悪いのかわからないけどさ、言っちゃおうか。ニペニの手術をしたときにね、まあミニペニの手術だけじゃん、本当は。で、穴は別、穴閉じるのは別料金よ。で、俺は
あのミニペニのね、手術だけで穴はあのプラスね20万ぐらいだったかな、かかるから、まあ予算オーバーだから、あのまた次回来るからあの穴は閉じなくていいですって言ったんだけど、まあ、言ったんだけど、でも、もうバレちゃったよね。で、手術終わった後に先生に、おまけで穴も閉じましたって言われて、おまけで穴も閉じてもらいましたね。はい。だから、ガモンとかに行ってね、おまけで穴閉じてくださいとか言ってもダメだからね。うん。これは、異例だと思います。はい。アテンド使った方が、まあ、ぶっちゃけじゃないけど、あの、他のね、ところも、他の人とかも来てるから、友達とかできるから、それも楽しいかもしれない。俺行った時はさ、まあ俺の友達も行ったでしょ？で、そのアテンドの違う人は MTF さんが来てて、MTF さんと一緒にね、なんかトランプした記憶があるね。すごく楽しかったよ。うん。りくちゃん、今度僕もコラボしたいです。いいよ。どこだっけ？栃木だっけ？りくちゃん、栃木だっけ？どこだっけ？来月か、再来月かにね、また東京に俺は、行く予定があるんで、まあその時誰か会えたら会いたいなって思います。あ、栃木だね。りくちゃん栃木。よく都内にも行きます。あ、本当。じゃあいいよ、今度会おうよ。まあ、多田くんは知ってるかもしれないけど、俺はね、もう本当時間はあるけど、金はないっていうね。俺、お小遣い1万円だから、まあそこでなんとかやりくりしてるからね。バスで行っちゃうよ。でもね、バスはさ、マジで東京は遠かったな。行きがやっぱ遠いね。帰りはね、いいんだけどさ、行きはやっぱね、多田くんに会うと思ってさ、ドキドキするじゃん。で、ね、東京着いて。すごくさ、こう、なんていうの？緊張もしてるし、もし、ね、バスに乗ってなんかご飯食えなくて、多田くんになんか悪いっていうか悪い気させたら、ね、せっかく会ってんのに俺が、あ、なんか気持ち悪いからちょっとご飯食べれないとか言ったらどうしようとかさ、いろいろ思ってさ、うん、栃木はね、なんか、前の奥さんと、山の奥っつっちゃおかしいか。なんか、いいホテルに、
子供たちと泊まった記憶があるな。あれ、栃木じゃなかったかな。なんか、チャギントンの部屋があるとか言って、確か、行ったような記憶が、栃木だったような気がする。あと8人見てんだけどね。なんか、誰が見てくれてんのかな。グッドボタンもよろしくね、これ。あ、グッドボタン押してくれた。ありがとう。みんな今ちょっとグッドボタン押して。8個ぐらいつくべ。アリオさん。お二人のチャンネル登録しますね。いいね、みんなこれで。あ、そっか、都内の方がアクセスも。おうおう、そうだね。まあ、じゃあ都内で会うか。なんだっけ、貪欲だっけ、なんだっけ。ヨギボーがね、置いてあってね、ヨギボーに座ったらもう動けなくなってね、すごく良かったな。何せもう2年ぶりぐらいの居酒屋っていうかさ、まあカフェだったけどさ、もう飲んだのも2年ぶりぐらいだったかな。すごく楽しかったですね。時間が足りないよね、本当に。多分3人いたらねえ、話終わんないだろうな。あれ、りくちゃんって何歳？何歳ぐらいでいいか。俺のチャンネル見てる人ね、だいぶ30代が多いみたいなんだよね。あー、りくちゃん29歳か。そっかそっか。じゃあちょうど俺と多田くんの間ぐらいだね。うん、いいじゃん。アリオさんがね、入ってくればね、またいい感じに締まるかもしれないね。アリオさんはどこ住みですか？ああ、戸田くんの視聴者も25から34。いや、今日見たらね、俺んとこね、10代がね、ちょっとだけ上がったんだよ。だから、なんか10代ってそんなに、俺のこと興味ないのかなと思って。意外とちょっと若い子めに、とは思ってたんだけど、うん、まあ、だいたい予想外れるしさ、うん、まあいいんだけど。アリオさん、神奈川です。近いですね。都内集合ですね、これね。うん、うん、みんな集合だね、都内にね。やっぱ東京多いよな。楽だったもんな、東京。実際
普通に歩いてるとすれ違うもんね。でもまあすれ違ってもわかんない。多田くんとかはもう絶対わかんなかったもんな。なんか多田くんに会う前にそのバスセンターのさところにさ、誰か待ってるちょっと小太りのちっちゃい人がいて俺めっちゃその人かと思ってさ、あれ全然動画と違えじゃんと思ってさ、でなんかこうね、キョロキョロして俺の方も見てるしさ、あれやとか思ったんだけど、まあ話しかけてこねえから、あ違うんだろうなと思って通り過ぎてさ、まあそしたら多田くん来たからよかったけど多分あの人もね、まあトランスか、まあ何ボーイッシュ的な FTX っぽいなっていう感じはしたな。ディズニーランドとかはさめっちゃいるよね、トランスと、まあその彼女で大体歩いてる、まあ二組は見つけるね。さてさて、あと5分ぐらいで俺はもう寝る準備に入るぞ。なんかある？いや、意外とライブ喋れたな、思ったより。いや、これさ、多田くんに会った時にさ、まあ、多田くんの話ばっかして悪いけどさ、多田くんがライブやった方がいいっすよとか言うからさ、じゃあやってみるかと思って。俺は意外と何、そのパソコンとか苦手じゃないけど、まあちょっと頭がね、悪いからさ、配線とかもわけわかんねえんだよ。だからなんとかね、ここまでつなげてよかったなと思って。面白い？そうかな。言葉がさ、なかなか出てこないのよ。このね、ほんと自分でイライラする。もう、舌は回んないしさ。さっきだってね、アナフィラキシーショックって言いたかったんだけど、その言葉をちゃんと言えるかなってなって、もう言えなかったりさ。あとはもう喋り方がね、親父そっくりなのよ。この、ちゃんと喋ろよ、みたいなさ。すごく嫌なのね。だから、もっとこう、ペラペラさ、饒舌にっていうのかな。もうそう喋りたいんだけど。困ったもんだね。まあ、何？変なおじさんっぽい感じ。変なおじさんって言い過ぎだからね、俺のことね。やっぱ変なおじさんなんだろうね。職務質問とかされるしさ。やっぱ自転車もすぐ止められちゃうしさ。変なおじさんなんだ、俺って。初めてね、気づいたかもしれない自覚します。まあ俺の動画はもうかなり編集してるからさ、もう切って切って切って、ずっともう何喋っていいか分かんなくてぼーっとしたりさするんだよ。
で、編集も大変じゃん。まあ、でも、こう、言いたいことがあると、もうすぐ忘れちゃうから、で、メモるんだけど、そのメモった意味も忘れちゃうのよ。だから俺は早く動画を撮って、もう、言う。で、動画をもうすぐ流す。みたいなね。だ最近はもうね、そのスマホとこのパソコンにかじりついてるから、うちの奥さんはもう、何やってんだか、みたいな感じでね。で、飽き性なの知ってっから、まあそろそろ飽きるだろうなとは思ってるんだけど、まあ、今のところね、まだ続いてるから、奥さんも、あれって思ってるみたい。で、今さっきちょっと帽子取りに行ったらさ、誰と喋ってんのとか言って、みんなと喋ってんのって言った。今日は楽しかったな。まあ定期的にね、やりたいなと思うけど、まあライブで誰も来なくても、そうそう、今日さ、俺のあれ見てくれた？なんか、ライブやるよ、みたいな。で、そこに占いしようかな、みたいな感じで書いてあったじゃん。一応、俺ね、占いが好きで、ちょっと、今日は誰も来ないかなと思って用意してたんだけど、まあ、みんな話しかけてくれてから、よかった。うん。暇な時は、これでちょっと、遊びましょう。ね。変なおじさんが怪しい占いをしますんで。じゃあね、今日はこの辺で。皆さん、ありがとうございました。バイバーイ。